皆様おはようございます。ただいまより平成28年度経済産業省行政事業レビュー公開プロセスの第2日目を開催いたします。私は本日進行を務めさせていただきます政策評価審議官の森と申します。よろしくお願い申し上げます。本日は内閣府から河野大臣にお越しいただいておりますのでご紹介申し上げます。なお星野経済産業大臣政務官は午後に、お越しいただく予定としております。またこの部屋でございますがだんだん暑くなってまいります。したがって今日は事務方も含めまして上着なしでご説明、させていただくということにさせてください。私司会も抜かしてもらいます。はい、本日は、第1回目同様まず最初に担当部局からの説明その後論点を示し委員の皆様方の質疑を頂戴したいと存じます。質疑を行っていただきながらお手元にございます評価シートへの記載をお願いしたいと存じます。評価シートの記載にあたりましては あたってはその場で事務局にて集計をさせていただきますので記載いただけた委員の方から速やかに提出いただけますと幸いでございます。皆様から記載いただいたコメントを踏まえてそれぞれの事業ごとに評価を取りまとめていただきたいと思っております。時間に限りがございますので進行へのご協力のほど何卒よろしくお願い申し上げます。また事業の説明者は委員からの質問に対して簡潔明瞭に答えるようにしてください。それでは早速一コマ目でございます。緊急時放出に備えた国家備蓄石油および国家備蓄施設の管理委託費のセッションに移りたいと思います。まず資源エネルギー庁資源燃料部石油精製備蓄課より事業の概要を説明願います。説明時間5分程度でお願いします。はい、それでは石油精製備蓄課長の西山でございます。本日はよろしくお願いします。緊急時放出に備えた国家備蓄石油および国家備蓄施設の管理委託費についてご説明します。まず備蓄制度の背景や歴史を説明しその後本日ご議論いただきます国家備蓄石油管理等委託費についてご説明いたします。まずこのパワーポイントの資料のですね、1ページ目をご覧ください。石油備蓄制度の背景についてご説明いたします。我が国は現在も原油輸入の約 82% を中東地域に依存しております。中東情勢の不安定化等により国外からの石油供給に支障が出る事態が生じたとしても国民生活への深刻な打撃を回避する目的で石油備蓄制度を整備しております。また我が国はオイルショックなど世界的なリスク時に消費国が協調して対応する目的で設立されている国際エネルギー機関いわゆる IEA に加盟しております。IEA では加盟国に対し最低でも90日分の備蓄を持つことを義務付けているところであります。2ページ目をご覧ください。石油備蓄には国が保有する国家備蓄や石油備蓄法に基づき石油精製業者等が義務として保有する民間備蓄等があります。今回ご議論いただく国家備蓄石油等管理委託費はこのうち下の図の黄色い部分政府が保有する国家備蓄基地に増置する石油の管理に要する費用でございます。国家備蓄基地は全国に10カ所ございます。3ページ目をご覧ください。石油備蓄制度の歴史でございますがもともとは石油を扱う民間企業に対しまして行政指導により備蓄義務を課すところから制度が始まっております。その後オイルショックを経まして1975年に石油備蓄法を制定し民間備蓄を義務化いたしました。民間備蓄の義務化に合わせまして1978年から国家備蓄を開始1997年に5000万キロリットルを保有して以降現在までおおむね同水準を維持しているところであります。4ページ目をご覧ください。 IEA 加盟国ではそれぞれの国の調達やエネルギー安全保障をめぐる環境を勘案し義務付けられた90日を超える備蓄量を保有しています。我が国は加盟国の平均程度の備蓄量の保有です。米国や我が国と調達環境の近い韓国と比較しますと必ずしも保有量が多すぎることはないと考えております。5ページ目をご覧ください。ここからは本日のレビューの対象事業である国家備蓄石油等管理委託費についてでございます。国家備蓄基地は国有財産であり国家備蓄石油は国の物品にあたるためその管理は国が実施する必要がございます。石油備蓄法第29条によりまして、ジョグメックが国の代わりにこれを管理することができると認められているため、国からジョグメックに対して管理を委託しております。その上で基地のメンテナンスや警備などの具体的なオペレーションにつきましては、ジョグメックから民間企業である創業サービス会社に委託し、実施しているところであります。
なお、ジョグメックは各基地に共通する保険や電力等の契約を一元的に実施することや、原油の輸送等各基地にまたがる業務を実施しているところでございます。6ページをご覧ください。今回の論点1、昨年の秋のレビューでご指摘いただいた事項への対応状況についてご説明いたします。秋のレビューでは、複数基地をグループ化して入札を行うなどの工夫や、コスト削減のインセンティブ導入等により、さらなるコスト削減に取り組むべきであるとのご指摘をいただいたところです。資源エネルギー庁ではこれまでも創業サービス会社選定における一社応札状態に関しては問題意識を持ち、競争性を高めるべく制度の改善に取り組んでいるところであります。過去には入札参加資格要件の緩和、候補となる企業への訪問説明、アンケート等による有資格事業者の掘り起こし、入札関連の提出書類の簡素化などに取り組んできましたが、結果として一社応札が続いているところであります。このため昨年12月、次期入札に向けては市場化テストの導入を決定いたしました。市場化テストでは一社応札問題の改善に向けて入札方法について有識者で構成される委員会で審理いただくとともにパブコメにも付すこととなります。7ページをご覧ください。論点2として、国家備蓄、石油備蓄基地管理の効率化に向けた取り組みについてご説明いたします。国家備蓄の基地の管理につきましては、毎年修繕保全工事の計画見直し、各種保険費用の圧縮等、予算の効率化に取り組んでおり、この9年間で約170億円の予算を圧縮しているところです。今後さらに予算の効率化を進めるためには、基地の管理費用の多くを占める修繕保全等の在り方を見直していく必要があります。8ページをご覧ください。基地の修繕保全にかかる費用の多くは、消防庁等の規制により求められる石油貯蔵タンクなどの基地内各所の定期的な点検や修繕等にかかるものでございますが、こうした費用を圧縮するため、規制当局への緩和要望や、規制緩和の裏付けとなる検証やデータ提供などに取り組んでいるところでございます。具体的には、1つ目は基地内の陸上タンクの開放検査周期を8年から13年、さらには15年に延長するための努力。2つ目には、タンクの底の溶接検査の簡素化といったことに取り組んでおります。9ページ目をご覧ください。最後に論点3として、緊急時訓練についてご説明いたします。備蓄石油につきましては、緊急時に安全で的確に放出できることが必要がございますが、平時からその機動性を高めるための訓練を積み重ねているところであります。この訓練については、かねてはかつては費用がかかる実際に油を出し入れる する訓練を中心に実施しましたけれども、予算の効率化の観点から基地業務の一環である油種入れ替え、基地間輸送などの機械を活用する等の工夫をしているところであります。以上でございます。それでは本事業の論点をご説明申し上げます。本事業に関しましては、第1、国家備蓄基地の管理を行う事業者の入札手続きの改善、一社応札問題の解消についてどのように取り組んでいくのか。第2、本予算の効率的な執行に向けて今後どのような点を改善していくのか。第3、本予算を維持管理していく国家備蓄石油については、海外からの供給途絶時の緊急時に迅速に活用できるようになっているのかという論点を中心にご議論いただきたいと思います。それでは委員の先生、よろしくお願いいたします。それでは最初にですね、この各論点に入る前のちょっと前提的なことになりますが、本事業のアウトプットについて、アウトカムについてご質問させていただこうと思います。レビューシートの1ページ目を拝見すると、定量的な成果目標として、緊急放出に備え国家備蓄石油の輸送事業を目標時間以内に実施することというのがあるんですが、若干疑問に思いましたのは、本事業のアウトプットとしてこれだけが唯一の指標なのかなというのが少しわからないところでございまして、と申しますのは、事業の目的としては、究極的には石油の安定供給を、我が国の石油の安定供給を確保するということだと思うんですけれども、むしろそういう観点からすると、この
移送事業云々というのは確かに重要だと思いますけれども、若干副次的なことのように思えて、むしろそのアウトカムの最も最たるものは、その5000万キロリットルの国家備蓄というのが現状のようですが、これが適正なものかどうかというのを判断した上で、その減少を図っていくと、まあ、論点にも関係しますが、そのあたりではないかと思うんですね。そこについてお考えをお聞きしたいというのと、この5000万キロリットル、まあ、現状で約163日分ということですけれども、これを数値自体は何かあの法律ないしは政令等で決まったものなのか、あるいは従前からのプラクティスの積み重ねの結果によるものなのか、かつそれを163日分というのを現状、皆様においてどう評価されていらっしゃるかという点をまずお伺いできればと思うんですけども。まず最初の成果目標のアウトカムをどういうふうに設定するかということなんですけれども、まずその国家備蓄の目標で、その国備としてですね、今現在は90日分相当、まあ、約5000万キロリットルなんですけど、5000万キロリットルをきちんと増置してるっていうことで言えばですね、増置してればそのままストレート、これが一番最もストレートだと思うんですけれども、それの効率化をどうするかとか効果的にどうするかっていうことはデビューシートの次のページ通り出てくる論点だと思うんですが、目標としてはやはりきちんと増置するっていうことになるんですが、それだとですね、増置してればできてしまうっていうことにもなりますので、委員がおっしゃられたようにやや副次的なのかもしれませんけど、きちんとそれをオペレーションして、万が一の事態が生じたときにきちんとオペレーションできるかどうかという検証、そういうことでこれをアウトカムとしてさせていただいているところであります。それともう一つ目、二つ目のですね、備蓄量でございますけれども、民間備蓄につきましては法律上70日分、ここ の IEA 基準でいうと、またちょっと数字が違うんですが、輸入量きちんと備蓄量決まっておりまして、他方で国家備蓄につきましてはですね、毎年総合エネルギー調査会で、審議をいただきまして、向こう5年間 の目標として何日分程度持つべきかということでですね、今90日というふうになっているところであります。でございます。国家備蓄の分量につきましては、国家備蓄目標というのを備蓄法に基づき策定することになっておりまして、でその備蓄目標の中身につきましては資源エネルギー調査会の意見を確認をさせていただいた後に決定するというルールになっております。そういたしますと、今 の現状の理解としては、5000万キロリットルですか、現在の数量自体は、まあ、いろんなシナリオが、石油危機、エネルギー危機というとあると思うんですが、特に問題とはされておらずに、むしろそれを前提とした上でのアウトプットについて、考えると、プラスマイナス 5% の幅の中で、その、なんて言いますか。移送事業が達成されることが重要であると、そういうお考えであるということでございますね。さようでございます。プラスマイナス 5% というのはですね、いざそのこれ桟橋にタンカーが着産して、で油を積んで出ていくまでの時間ということで、大体おおむねその24時間から2日程度かかる作業でございます。でそういった作業をするときに、これ危機時に正確なタイミングで正確に出していくということが重要だと考えていますので、その24時間をプラスマイナス 5% 以内で正確に実施するというところがを成果目標とさせていただいています。で分量につきましてはですね、これはいろんな考え方があると思います。これ自身ではまだまだ足りないのではないかというご意見もありますし、逆にこれから石油需要が減っていくのでもう少し減らすべきではないかというご意見もありますが、そういったものも含めて資源エネルギー調査会の方でご議論いただいているということでございます。はい、平井審議お願いいたします。はい、それでは私の方から質問なんですが、8ページ目、いろいろ消防法令によって検査の方法が決まってますよと。
その辺を見直してコストダウンを図りたいというお話だったと思うんですが、この消防法令っていつ頃の法令なんでしょうかということと、こういう課題ってあれですよね、技術の進歩によって見直しをかける必要があると思うので、その辺をどうお考えになっているのかを簡単にお願いしたいなと思います。以上です。では簡単に、すいません、消防法令のですね、当該条項がいつできたかというのは今直ちにはちょっとお答えできません。調べてまたご報告したいと思います。他方で今、例えば資料の8ページのですね、括弧1のところの15年、右の欄のですね、右のまた15年への延長というふうに書いてますけれども、これもリスク検査とかリスクや検査コストを比較してどうするかということなんですけれども、例えばコーティング方法を新しい技術によって変えればですね、13年じゃなくて15年でもいいのではないかと、こういう提案ができるのではないかというふうに考えています。したがってその新しい技術であるコーティング方法というのを消防庁なりに規制当局に提案をし、その上でじゃあ伸ばしていいよ、じゃあこれじゃ無理だねっていう調整をしていくということで、技術進化を踏まえて効率化できるところはしっかり提案していくということだと思います。はい、どうもありがとうございます。それで消防法令の制定時期をお尋ねしたのは、古ければ古いほどその後の技術の進捗が大きいのかなと思いましたので、一つの判断の目安になるのかなと思います。大谷委員お願いします。はい、まず一つはその備蓄量の妥当性というところをお伺いしたいんですけれども、これは90日、国際的に決まっている、あるいは国際比較ということで、その妥当性が説明されていたと思いますが、これ積算根拠といいますか、何故90日程度という目標、実際160何日ですか、実際にある部分はですね、その水準が妥当だということはどういう根拠で計算されているんでしょうか。まず90日につきましては、これは国際約束で決まっているものでございます。我が国は、石油危機など国際的な危機に、国際協調の下で対応する IEA という組織に、国際エネルギー機関に加盟をしております。でそこに加盟をする国につきましては、まず90日は必ず持たなければならないということになっております。でそれ以上につきましては、各国のエネルギーのその安全保障をめぐる環境であるとか、輸入先の状況であるとか、そういったことを勘案して各国において判断するということになっております。で我が国においてそれを今約半年分として持たせていただいているというのは、これは もちろん経緯もあることだとは思っておりますが、先日の国家安全保障の議論があった際にもですね、例えばその我が国がエネルギーの輸入を依存している中東地域で万が一何かがあったときに、例えばホルムズ海峡が閉鎖されたとかそういった事態が起こったときに、おおむね半年程度あればその事態が改善するのではないかという予測がございますので、そういったものにをカバーできるようなというぐらいの数字だというふうに認識をしております。ただもちろん議論の中ではもっと1年分を持つべきではないかとかですね、そういった議論もございますので、そこはコストと、その安全保障環境を、見比べながら、専門家の方々にご議論いただき決定していくということだと思っております。その広い意味では保険のようなものだと思うんですけれども、そうするとその実際にどれぐらい過去の実績で放出されたのか、そして今後放出される見込みがどれぐらいあるのかということとの見合いといいますか、比較で適当な水準が決まるんだと思いますが、そういう試算計算等はされていらっしゃいますか。お答えします。過去に放出された事例でございますが、過去には湾岸戦争の際と、あとは、先日 の直近でいうとハリケーンカトリーナで、国際需給が逼迫した時と、そして、あとは、
あとリビア紛争ですね、でリビアが混乱したときに放出したということがあります。それは国際協調の下で放出した事例でございます。でその他、国家としては東日本震災の際にも国家備蓄というのは放出するという、まあ、その民間備蓄の義務量の引き下げではございますけれども、その石油 その市場に供給される量を増やすという処置を取っております。で今後どの程度あるのかというところは非常に難しいところだとは思いますが、他方で、まあ、どういうことが起こるのかわからないということなので、その分に備えて持っているということだと思います。一概にですね、今すぐ何かがここで何かが起こるかもしれませんということは、想定はしておりませんが、という明確に申し上げることはできませんけれども、とアクチュアリーのようなその専門家による計算というのはされているんでしょうか。分量について、アクチュアリーによる計算などは行っておりません。で次に国家備蓄と民間備蓄 その割合についてお伺いしたいんですけれども、これ民間備蓄というのはおそらく究極的には石油価格に転嫁されて、民間から回収されるということであろうかと思います。で国家備蓄の方は税金で賄うということですけれども、その2つの間 その割合バランスというのはどういう観点から決められているんですか。一つ IEA から、示されているものではございますが、90日分につきましてはまず国家で持つことが望ましいということが指針として示されておりますので、まず国家で90日分を持つと。でそれ以上の民間備蓄に関しましてはもちろん民間備蓄サイドからするとですね、備蓄を多く持つということは操業在庫を多く持つということで、経営効率を悪化させるという観点もございますので、備蓄義務量を減らしたいという意見というのは常にあるところでございます。ただ、この90日を多く超える部分について、その全て政府で持つということと、まあ、民間事業者に持っていただくということというところ の, そのバランスをどうするかというところでございますが、今はその70日をさらに緩和するということじゃなくて現状の形で持っていくことが望ましいのではないかと考えているところです。ただ将来的に国家備蓄が大きくその、まあ、国内の備蓄量が減ってきてですね、国家備蓄を減らすなどの議論があった場合には、もちろんその民間備蓄なのか国家備蓄なのかという議論があるとは思っております。ありがとうございました。委員お願いいたします。はい、ご説明ありがとうございます。今国家備蓄と民間備蓄の話だったかと思うんですが、国家備蓄の中で、国の国家備蓄基地で保管されているものと民間から借り上げているものがあるというふうにご説明いただきました。パワーポイント資料でいうと2ページですね。この比率について今どうお考えなのかどうか、つまりコスト構造であるとか民間から借り上げよりも国家基地を増やしていく方がいいのか、まあ、その選択肢としては民間から買い取ってしまうという方法も含めてですね、どんなご判断をされているのかなというのを伺いたく存じます。まず、分量あたりを管理するコストでございますが、国家備蓄が一番低くなっております。これはもともともうすでに、1970年代にもう建設をしているものということもございますので、一度作ってしまったと、作り終わったものであるということで焼却が進んでいて、その分だけコストが安くなっているということだとご理解いただければと思います。で民間タンクとの借り上げと、民間自身に持っていただくところの比較ではございますが、ここは、民間自身が持つのとちょうど同じぐらいで持っていただいているという理解をしています。これはどうしてかというと、という若干その上の説明になってしまうところはありますけれども、申し上げるとその今民間のこのタンクの賃料というのは、まあ毎年毎年引き下げを繰り返してきているところでございます。でもうここ以上引き下げると実際解約をしないと採算が取れませんと言って実際解約を申し出ている、まあ、実際解約したところもあるんですけれども、というところまで今引き下がっている状況だと思ってますの で, で民間自身が採算が取れるところというギリギリのところまで今下がっているということだと理解をしております。まあ、つまり民間にしてみれば在庫を持つよりはお金払ってくれるところに国の方に借り上げてもらった方がいいけれども、それにしてもコストはかかるので、まあ採算の合うギリギリに今あると。じゃあ、まあ現状が現時点のご判断としてはベストなバランスで、国自身が国の基地で持つことと民間から借り上げるのはバランスしているというご判断。わかりました。
委員の皆様におかれましては、そろそろコメントシートの記載を始めてくださいますようお願いいたします。コメントシートへの記載が終わった委員の方は事務局担当にお渡しいただければ幸いでございます。それでは梶川委員お願いいたします。すいません、先ほどの消防庁の規制の問題とちょっと戻るような感じにもなんですが、こういった今取り組み全体を管理されているのはどちらなんでしょうか。実際業者はそれぞれの業者で受けられているわけですが、多分これ全体を総括的にコントロールをされているというのは、これは御課でいらっしゃる原価でなんでしょうか、それともジョグメクさんで、こういう改善策を体系的にそのお考えになっているかっていうところなんですが。技術的なところはジョグメック等にも測りながらですけれども、全体を統括しているのは石油精製備蓄課でございます。はい、今のはこの規制のお話なんですが、これそれぞれのオペレーション自身というのも受けている会社は8社ですか、ですけれども、経営そのものについても御課の方で中身をウォッチされるんでしょうか。今のは創業サービス会社のことについてお伺いされたのだと理解しておりますが、経営自体はですね、民間企業でございますので、そこの経営の中身について我々がウォッチすると、統括なり何かをするということではございません。我々はジョグメックを通じた発注者の立場として、予算を執行していただいているということでございます。とよろしいですか。基本的に経営主体について一定以上の踏み込みをされるものではないという、その上で、一社応札が続かれているということでよろしいんでしょうか。それで結構です。山田委員手を挙げて、はい、お願いいたします。その創業サービス会社の一社応札についてなんですが、去年の秋のレビューで、複数の基地をグループ化して入札を行うなどといって、結構具体例として複数基地のグループ化、もしくは複数基地を複数の、連名での入札を可能と、そういった、アイデアがあったとは思うんですけども、結果なんか市場化テストは、やりますという話なんですが、なぜやっぱり複数基地とかのが難しいのかなというのが、率直な疑問として、例えば日本地下石油備蓄なんてね、久慈と菊間と串木野っていうその東北四国九州バラバラのところを受けてる随意契約で受けてるわけですし、なぜそういうのが他はできないのかといった、ご説明をいただきたいのと、あと白島石油備蓄のその内訳がそのレビューシート5ページにありますが、これを拝見しても82億のうち70億が修繕保全費用物品費等といわば外部に外注するお話になっていると思うんですよね。ってことはその創業サービス会社が全部ね、何でしょう、保守とかそういうのも全部やってるならなかなか大変かなと思うんですけど、人件費自体は7億とありますので、人件費自体は、そんなに、各社ホームページ見ても、ね、100人前後の会社が多いわけですし、なんか複数でね、入札受けても、ね、それ複数で、グループ化することによってなんかその辺の再編が、促せるのかなと。結局これはレジュメの方にも毎年すごくこの費用が削減されているというのはあったんですけども、それは素晴らしいことだと思うんですが、委託管理費が下がっているのはとはいえ最近はやっぱり 1-2% の減少に過ぎないので、ここはもう抜本的なところを変えないとこれ以上の削減っていうのは見込めないのかなというふうに思ったのですが、いかがでしょうか。昨年いただい
きちんと意見をいただいているという形でありまして、先ほどは市場化テストの中で市場化テスト事務局とのコミュニケーションを図りながら対応を図るというふうに申し上げましたけど、その中身としてはですね、ご指摘をいただいたようなこともですね、今後の検討の課題だというふうに思っております。ごめんなさい、ご指摘いただいたことも課題じゃなくて、それは確実にやってもらわなかったら業格ストップするよ、この市場化テストは。これなんでできないの？申し上げます。できないというふうにお答えしたのではなくてですね、まず複数のグループ、例えばジョイントベンチャーでコンソーシアムを組んで複数の基地を取りに行くとか、市場化テストの中ではたくさんいろんなことを検討したいと思っております。大臣からこの中でご指摘いただいたものも含めてしっかりやっていくというふうに今ごめん、今ご指摘あったように一社で3カ所やってるところがあるわけですよ、はい、別にジョイントベンチャー組まなくてもこれ一社で2カ所やろうと思ったらできますよね。久慈と陸奥小川原なんていうのは隣同士なんだから、可能性として蓋然性があるというふうに考えています。これ後で結構ですから、きちっとここのところは報告してください、はい、個別になんでできないのか、これ串木野と渋市あるいは隣に JX の岸がありますよね、あるいは北海道の京美とトマトも隣同士ですよね、なんでそういうことがきちんとできないのかということは、これ納得できるまでこっちは行革が聞きますから、それがちゃんと説明できないんだったらこれ全部白紙にしてやり直していただきます。それだけはっきり今言っておきます。はい、それでは今すいません、委員に質問されたことについても追加的 にご説明したいと思います。我々としては一社応札問題ということでですね、1社しか応札されてないということをいかに改善していくかということを考えておりまして、今大臣からご指摘いただいたのも当然だとは思いますけれども、他にもいろんな方法があるんではないかということを先ほどご説明をしたかったということでございます。でたくさんのグループとしてですね、グルーピング化してしまうとどんどんプロジェクト自体が大きくなるということもあって、ある程度の規模の事業者が外から今いる8社以外の外部からの参入がなかなか難しくなるのかもしれないという懸念もあって、そういったことも含めてきちんと市場化テストチームと協議を含めしっかりやっていきたいということでございます。基本の思いとしては競争を高めてできるだけコストを下げていって国民利益にかなうようにしっかりやっていきたいと、こういうふうに考えているところであります。以上です。お手にお願いします。過去実績で9年間で170億下がったということなんですけども、はい、これは下がった日目というのは具体的に何かお分かりですか？はい、どっかあったな、あるパッと出る出る、さっき170億円の内訳ですけれども、そのうち約40億円強が、基地のメンテナンスにかかる修繕保全費で、26億円が、損害保険料の見直し圧縮ですね。で36億円が、洋上基地の貯蔵船の開放点検に関する費用の圧縮ということで、あと10億円程度が、輸出入れ替え等緊急放出事業、こちらの費用を圧縮しております。合計が170億よりは随分小さいように思いますが、残りはですね、まあ、一部の基地で、バースと呼ばれる桟橋をですね、隣の基地から借り上げている2基地ありますので、そこの賃料の引き下げを行ったということで、7億円程度で、あとは基地で使う燃料ですね、その他要船というか、まあ、船を何隻か扱ってますけれども、それの料金、まあ、費用を6億円程度圧縮で、基地に関しては洋上および陸上のセキュリティ業務もやっておりますので、そこの費用を 4.5億円程度圧縮と。であとは、船のですね、検査費、この費用を 3.6 億円、あとは土地の保全、まあ、基地のいわゆる、
浚渫工事とかですね、液状化対策とかそういったものの費用を 3.5 億円圧縮で、あと最後にですね、調査費、一般調査、開放点検の延長の調査とかそういったものを 2.7 億円程度圧縮しているということです。ありがとうございました。これはほとんど、ですが直接業務費に入るという理解でよろしいですか。はい、それですとするとですね、これレビューシートなんですけれども、5ページのところで 見ますと、その B の白鳥石油備蓄さんで、82億円程度のうち70億円が直接業務費なんですね。すると具体的にそのどういう費目に出ていて、どこに下げる余地があるのかということが、ここからは全然見えないって、その一番大きなその創業会社に行っているところで予算が、かなり大きく、356億円ですか、出ていて、でその中でも直接作業費に一番大きい、ロットで出ていて、でその内訳はよくわからないということなので、費用削減、コスト削減をするときにどこを下げる余地があるのかというのはちょっと分かりにくいシートになっているように思います。で、もしこのメンテナンスでそんなに下げられるということは、おそらくこの創業会社からまたさらに、どこかに、委託している部分のコストが下がるということなんでしょうか。はい、そうですね、直接業務費の中で大半の部分というのは工事実際に作業を行う業者さんがですね、関係してますけども、そこから創業サービス会社から各業者に対しての契約については、ほとんどもう9割以上一般競争入札でやってますので、ここは市場原理で、費用を圧縮してきたという経緯がございます。 そこは一社応札ではなくな、ないということですか。わかりました、ありがとうございます。ごめんなさい、そこのところが一社応札じゃないのにね、なんで元請けは一社応札になるのかっていうのは非常に不自然だよね。ちょっとこの8社誰が作った会社で、どういう株主構成になってて、どういう経緯で、だってそもそも備蓄基地の名前がついた 株式会社なわけだから、ここの管理をやらそうと思って誰かが作ったわけですよね。これ役所がどういうふうに絡んでて、今どれだけの人が天下り、あるいは天下りでなくとも辞めた後ここへ行っているのか、ジョグメック、経産省、その他、それからその下請けさんに出しているところがどれぐらい下がって、でこの8社の取り分は下がったのか下がらないのかっていう詳細な資料を出してもらわないと、これそこから先は競争入札になるわけだから、誰が元請けを取ってもそこから先はやれるわけですよね。しかしそこは元請けのところは一社応札にしかならないというのは、これかなり不自然な力が働いていると思わざるを得ないですよね。業務のところが一社しかなくて、もうそこしかやってくれなくて、そこが一社応札なんで元請けも一社応札だというならなんとなくわかる気はしますが、先は競争入札になって9年間にすごい金額が下がっているのに、元請けのところはずっと一社応札ですというのは、これはちょっとまともな出し方とは到底思えないんで、ここのところはやっぱりもうちょっと丁寧に見なきゃいかんと思いますんで、そこのところの資料をきちんと揃えていただきたいと思います。了解いたしました。関連で1点だけ追加でお伺いしたいんですが、これ創業会社が入札に付している業務はジョグメックさんがやると効率が悪いですか。必ず間にその挟まないといけないんでしょうか。各基地での工事等にございでなりますので、各基地あたり年間数百の工事をやっておりますけれども、そういったものでございますので、そういったものを全部ジョグメックでやるとなると、やはりまたジョグメック側のその業務コストが大きくなっていくだろうということで、各基地でやられています。また現地で、それぞれ、何か台風が起きた、何だか起きたというトラブルのたびに工事をしていくということでございますので、ジョグメックも、限られた人員でございますので、その中で各委託事業の中でやらせていただいているということだと思っています。効率性という観点で外に出していると。これ各創業会社さんは利益は結構出ている、公開会社ではないと思うので財務収入とは取りにくいかと思いますが、かなり利益が出ている感じですか、各社さん。あくまで一般競争入札の中ではございますけれども、ここで書いてあるところのいわゆるその一般管理費と言われている部分が、利益であったりとか役員の人件費であったりとか、そこの中の配分の中のどこかで、利益をどの程度確保しているのかというところが見えているとい
というふうに理解しております。一般管理費の中に利益が入ってるんですか？その中で利益になってます。普通は一般管理費を引いた後が利益ですけども、それとは別の定義になっているということですか？この整理の中ではそうなっていると。利益もこの一般管理費等の 中に入っているというふうに。分かりました、はい。そろそろコメントシートへの記載が終わった委員は事務局に渡してくださいますようお願いいたします。それでは梅野さんはさっきからずっと手を挙げていらっしゃってすいません。この1社入札に関連して、主に現在はその石油備蓄株式会社と名をつく会社が、ほとんどだというのが問題だということになっていますが、皆様としてその他に候補となりうる会社としてどういった会社がいるのかというのをどういうスコープで見ていらっしゃるのかというのを聞きたいんですけども、例えば先ほどのご説明ではこの石油備蓄会社さんは国家備蓄基地の操業のサービスをされているということでしたが、同様にこの2ページの図なんかを見るといろいろ民間のさまざまなその備蓄基地がございますが、ここでも多分同様のサービスで必要されているんだろうと思うんですが、こういう民間のサービスをやられている会社さんがその国家、備蓄基地のサービスについてもやるといったようなスキームとは考えられないんでしょうか？あるいはもともとこの民間に並んでいらっしゃる会社から出資等を受けた上で石油備蓄会社というのができているのかという、先ほどの大臣のご質問にも関連するところなんですけれども、候補として一体現実的可能性としてどういうところを考えられているのかというのをちょっと教えていただきたいなと思うんですけども。お答えいたします。まずタンクの操業、油の出し入れであり24時間の管理でありそういった業務でございますので、基本的に普段オイルターミナルであるとかですねをやられている会社であれば候補になるのではないかというふうに考えております。でもちろんそのこの、操業サービス会社の多くの株主は自治体でありまた日本の大手の元売りと言われているいわゆる石油会社の方々が多いんですけれども、そういった方々が本体がやるという可能性もあると思ってますし、そうではなくですね、例えば前回の入札説明会では電力会社系の子会社の方がいらっしゃったりとかですね、また商社の方々とか、タンクを管理されているところっていうのは、いくつかございますのでですね、今候補としてその要件にかなう候補としては30社程度おりますし、実際前回 の入札の場にもですね説明会までは来ていただいたということもあったので、そういった方々が手を挙げられるようにするというところが次 その改革のポイントだと思っております。ですのでちょっと市場化テストというところでですね、そういった方々が手を挙げられないかというところを改めて、挙げやすい形で入札証書が変えられないかということを、今考えて、業界事務局と相談させていただいているということだと思っています。その市場化テストも確かに重要なプロセスだと思いますが、現在の現状分析として、興味を持たれているにもかかわらず入札にまでは至らないという原因というのは具体的にどういうことだというふうに今考えられていらっしゃいますか？先ほど申し上げたように要件も緩和してですね、できるだけ手を挙げられる可能性がある企業の数を増やそうということで、ね、なおかつそこをことあるごとにですね回って声をかけるということをやってるんですけど、いろいろ聞いてみますとやはり現地でやっぱり今の創業サービス会社も100人弱というか80人から90人平均すれば従業員がいるわけですけれども、その人たちはやはり何がしかの高度なオペレーション能力とか資格とかっていうのをしっかり持ってるわけですけど、それを別途そういう人たちを現地でしっかり対応できる人員を確保することがなかなか難しいかなということと、それからあとは国家石油備蓄管理というリスクがあることを長期にわたってやらなきゃいけないということに対するリスクを感じるというお答えもあります。あとは正直それほどこう民間企業が手を出すにはですね、利益がそんな確保できないかなというような、さまざまそういった理由でちょっと手を挙げにくいというのが実態今までありましたけれども、まだまだ我々は市場化テスト等でいろいろやること努力すべきことがあると思ってますので、それをしっかりやって掘り起こしをしたいというふうに考えております。
そうするとむしろ課題としては2つの方向性があって、もちろんその市場化テスト等によって入札者を増やすという方向性とともに、現にある石油備蓄会社さんと乗り越えるのはなかなか大変なようなので、むしろそこに対するコストの削減に努めると、一社応接であってもさらにその後のプロセスというか削減に努めるということも大事なのかなと思いますけども、まあ、これはちょっと意見にわたる部分ですが、ありがとうございます。まあ、創業サービス会社の話なんですけれども、まあ、今のところその一社応接で、かつその8社のうち7社に経産省さんの天下りの役員の方がいらっしゃると、それは疑われても当然といいますか、ここなんとかしなきゃとお前当然だと思うんですよね。で、市場化テストをやりますという話なんですけども、これ具体的なスケジュールとしていつから新しいその入札といいますか制度に変わる今、予定なんでしょうか。今まさに市場化テストの事務局と議論をさせていただいていますが、そのプロセスが終わった後、最速でも秋、今年の秋から約1年かけて入札プロセスを行っていくということを予定しております。つまり今年の秋からの入札で、要は、複数のグループが何なり新しい方策が取られるという理解でよろしいでしょうか。それを目指しております。お願いいたします。その過去 その費用削減の実績のあたりについてお伺いしたいんですが、メンテナンスで40億、損害保険料で26億というのは、とメンテナンスの方からお伺いしたいんですけども、9年前と比べてその創業会社から先へ その一般競争入札で価格が非常に下がったという理解でよろしいですか。それより前は随意契約が多かったとか、そういうことでしょうか。そうですね、先ほどご説明しましたけども、最近は9割以上が一般競争率ではあるんですけども、その以前はですね、そこは若干その、広く競争性のないような発注になっていてですね、比較的コストが高かったっていうのはあります。あとは、工事の必要性っていうのをですね、ジョグメックの方で、全国の基地を見ながら、必要なものを計画的にやっていくっていう、そういうアレンジメントを加えてましてですね、そういった効果も入っております。で、損害保険料が26億も下がったというのはどういう経緯ですか。これちょっともうさらに前になるんですけども、石油公団の時に、損害保険というのは各基地で、バラバラにかけていたものをジョグメックに継承してからですね、それを一元化して調達をするということをしてます。あとは個別の商品をですね、いろいろ統合したり、その両立のところ、保険上限受け取り上限料とそういったものの部分を見直して、スケールメリットを得ながらですね、費用を落としてきてます。そして項目によっては、その創業各社が競争入札をするよりもジョグメックが一括してやった方がコストが下がるという余地はあるという理解でよろしいですか。はい、さようです。で、それについては項目ごとに精査して現在すでにベストの状態になっているという、引き続き、そういった同じような取り組みが可能かというのは、検討しているところです。ありがとうございました。今一社応接の改善に向けていろいろ取り組みを行われているということで、そういう意味ではこの有志各社からのアンケートをお取りになってて、で、先ほどのお答えの中でそういった形で言うと、実は新規に有志各社であっても参入することのリスクに対する利潤がですね、超過利潤がそれほど感じられない事業に今なっておられるということもお聞きすると感じるんですけれども、そういう実態面で考えますと、もちろん競争入札によって、コスト削減を図るということも当然のことなんですが、先ほどおっしゃられたこの経営実態にですね、相手があくまでも民間であるから一定以上は踏み込まれないというお話もあったんですが、随計をしているところとか、一社応接でも落札予定価格を適正にすれば、ある意味落札不調でまたの随計になるのか、いずれにしろ価格自身を引き下げるためのマネジメント機能をより強化をそのジョグメックにさせるのか、原価でされるのか、
そちらも並行してしていただくということが非常に重要になられるのではないかなと。でそもそもこの8社プレイヤー固定化しているわけですから、その経営自身に踏み込まれないと、やはりあの国民の納得感のある管理っていう形の予算管理という形にはなりづらいかなという気はちょっとするんですけど、もちろんあの先ほどの大臣のお話の人的な関連とか全てにおいて透明性を上げた上でなんですけれども、まさにその費用項目自身があの納得感のいく提言活動をされ続けていると、現場がですね、その一般管理費も含めて、そういったところに原価からアプローチされるということは難しいんでしょうか。先ほど相手は民間だからとおっしゃられたんですけれども、はい、あの潜在的にはですね、実態面も今あの梶川委員がおっしゃられた通りはあの今現に固定化しているというのはしているんですけど、あの潜在的には我々本当にあのそれ以外のプレイヤーの参加による競争圧力っていうのをかけていきたいというふうに考えております。そういう意味では相手さんはまあ民間は民間だというところはある一定のあのそのなんていうんですかね、あの役所と民間というその距離というのはきちんと取るべきだろうとは思っていますけれども、そういう意味で我々はこうコスト削減ということをですね、ということによってまさに落札価格をどの程度まで引き下げられるか、技術によって開放提携の期間をこんなだけ伸ばしたんだからもっと下げられるじゃないかということで、毎度毎度入札の時にですね、新しい技術とその基準によって価格的なプレッシャーをかけていくということをしっかりやっていくということだと思っています。でなおかつやはり一社のままだとそれまま安住しかねないので、したがって外からの圧力がかかるということを常にプレッシャーをかけていける体制をしていきたいと、今までできてなかったのはもうその通り、ご指摘の通りなんですけど、これをなんとかできるようにしていきたいというふうに考えています。あ、何度もすいません。私ちょっとその市場化テストがまだ若干腑に落ちてない点が、あるんですけども、レジュメ、パワポの資料の6ページ目のところに、そのまあ秋には、市場化テストを導入決定と、それはあのいいと思うんですけど、この今後総務省の官民競争入札等管理委員会での入札の実施要項案を審議、さらにパブリックコメントを実施予定っていうのは、これのスケジュールというのはどんな感じなんでしょうか。そこはまだ決まっていませんので、そこを、入札を開始する前に必ずこれをやるということで、考えております。だからまだあの秋というのが、まあ、ちょっと深い秋になる可能性はあるとは思っています。その前にやらなければならないので。他に委員の皆様、ご意見ございます、コメント、ご指摘ございますでしょうか。はい、それでは、取りまとめに移らさせていただきます。梶川委員、よろしくお願いいたします。それではあの取りまとめに移らさせていただきたいと思います。皆様のご意見もまとまりましたので、まずあの評決の結果についてございますが、現状通り1名、事業内容の一部改善4名、事業全体の抜本的な改善1名でございます。それぞれ代表的なコメントとしましては、現状通りとされた方からは、特に直接業務費の削減が可能か精査すべき、修繕補修費の削減についてはさらに研究開発を進めた上で消防庁等の間でその結果成果を共有し理解を得るように努力すべき、緊急時に、適切な放出が行われるよう平時から機動性を確保するために代替訓練を含め効率的な訓練を積み重ねるべき、国家備蓄についてはさまざまな危機管理のシナリオを踏まえ分析を検討すべきの意見がございました。事業内容の一部改善とされた方からは、価格交渉を行うに際し各費用項目を類似事業を行っている業者
他の基地の請負業者とベンチマークするなど管理自体に踏み込んでコスト削減を図ってほしい。創業会社を通す必要性について検討すべきではないか。国家備蓄の国有基地と民間管理のバランスはベストか。今後見直しをする必要はないか。コストによっては民間施設の買い取りは考えられないのか。昨年秋のレビューで指摘のあった複数基地のグループ化の指摘に対応すべく、一社による複数基地の入札や複数社連名での複数基地の入札を可能とすることを入札関連書類に明記すると、引き続き新規事業者の参入を促進に取り組む。一社応札の場合であっても応札者と価格交渉を行うと合理的な費用圧縮に向けた工夫について引き続き検討すべき。石油の安定供給のための安全保障の観点から多角化することも含め、我が国が現在保有している163日分の石油備蓄について現在の保有方法や量が合理的であるか引き続き検証すべき。備蓄基地において行われる訓練がより実効性を持つよう、訓練の実施のあり方について必要に応じて見直すべきなどの意見がございました。事業全体の抜本的な改善とされた方からは、複数基地のグループ化入札の検討を具体的に明記すべき、市場化テストを早急に進め来年度の入札時には反映させるべき、創業サービス会社8社の中身をより詳しく公開すべき、以上でございます。以上の結果をまとめまして、本セッションの評価結果としましては、事業内容の一部改善とさせていただきたいと思います。これはその他が評決結果の中で4名多数を占めておりまして、現状改善と、抜本的な改善が1名ずつで、これが事業内容の一部改善が4名でございますので、事業内容の一部改善とさせていただきたいと思います。でそれぞれ改善策についてでございますけれども、改善策についてのコメントといたしましては、論点1、国家備蓄基地の管理を行う業者の入札手続きの改善、一社応札問題の解消についてどのように取り組んでいくか。昨年秋の、これ重複いたしますけれども、昨年秋のレビューで指摘のあった複数基地のグループ化の指摘に対応すべく、一社による複数基地の入札や複数社連名での複数基地の入札を可能とすることを入札関連書類に明記すると、引き続き新規事業者の参入促進に取り組む。一社応札の場合であっても応札者と価格交渉を行うと合理的な費用圧縮に向けた工夫について引き続き検討すべき。論点2、本予算の効率的執行に向けて今後どのような点を改善していくのか。石油の安定供給のための安全保障の観点から多角化することも含め、我が国の現在保有している163日分の石油備蓄について現在の保有方法や量が合理的であるか引き続き検証を行うべき。論点3、本予算で維持管理している国家備蓄石油については、海外からの供給途絶等の緊急時に迅速に活用できるようになっているか。備蓄基地において行われる訓練がより実効性を持つよう、訓練の実施のあり方について必要に応じて見直すべきである。以上本セッション評決結果および取りまとめ、それぞれの論点に関するコメントを案を発表させていただきました。以上の評決結果および取りまとめコメント案について、何か追加的にご意見のある方おられませんでしょうか。よろしいですか。ご意見、追加ご意見ございませんので、一応本評決結果および取りまとめコメントを、私どもの
委員の取りまとめとさせていただきたいと思います。ありがとうございます。また河野大臣からいただきましたご指示につきましては、行革事務局と相談し、しかるべきかつ早急に対応してまいります。では以上で1コマ目のセッションを終了させていただきます。どうもありがとうございました。次のセッションでございますが、4分後でございますが、9時35分から再開させていただきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。